よろしくお願いします。佐藤です。よろしくお願いします。もうちょっと前。では、まあ、いろいろ皆さんにお悩み事をいっぱい出していただいたんですけども、それをまあ解決していきましょうって話ですね。解決、していきましょうって話で、何がいいかな。手首からいきますかね。手首痛い。今も痛い。じゃあこちらの方来ていただいて、ちょっと通れるかな。じゃあ画面映りたくなかったら、こっち向いたままで、こっちからこう。手首が痛い。はい、OK。で、どこが痛いですか？ここが痛い。この辺が痛い。今も痛い。何もしなくても痛い。動かすと痛い。いや、マウスとかいじると、マウスいじると、はい、どこ、一点決めてください。ここ、一点決めます。決めて、手を開きます。両手を開いて、息吸って、吐いて、ふー、吸って、吐いて、ふーで、グッパグッ。写真はやめていきます。ごめんなさいね。吸って、吐いて、吸って、吐いて、グッパグッパグッパ。キラ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 。はい、OK です。はい、吸って、吐いて、吸って、吐いて、グッパグッパグッパ。キラ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 。で、痛みを探さないようにして、痛くないとこをぐーっと探してほしいんですよ。で、痛いギリギリのところでわかるんで、わかりますね。嫌いな人を探さないってことです。あ、嫌いな人の場所だけ探すってことですね。要するに嫌いな人を探しちゃうと嫌いな人会っちゃうじゃないですか。会わないように場所だけ特定してくださいってことです。これすごく大切です。で、嫌いな人を探しちゃうんですよ。そうするとすぐ出会っちゃうじゃないですか。出会わないようにこうギリギリのところを探してほしいんですよ。で、分かるかな。場所が分かったら会わずに済むんですよ。痛かったとこです。痛かったとこですね。はい、どこですかね、痛いの。ないもん。もう痛くない。気にならない。はい、終わりですね。はい、次ですね。痛くない。今の言葉だけで全然痛みがなくなってくるんですよ。僕がここでカクってカキンって痛かったんですね。で、なんか、うっと伸ばすと、あ、痛とか思ってたんですよ。で、整体の人にやってもらうと、痛くないんですよ。あ、痛くないとか思って、30分して食ってると、痛とか思って、やっぱり痛いとか思ってたんですけど、ある日突然、あれ、僕は痛みを探してるってことに気づいて、で、痛くないとこ、全然痛くないって感じになって、もうずっと、ちょっとだけ今引っかかるんですけども、ずっと痛かったやつが、その日から痛みはないです。いくらで、今はもうちょっとだけ引っかかるんだけど、いくらやってももう痛くないという形なので、みんな痛みを探してしまいますから、ね、口内炎でも、待っててね、痛いって探しちゃうんで、痛みを探さないようにしてほしいということですね。じゃあ、組み方、突っ張りの方は、じゃあ、こちら向いていただいて、はい。で、こうしてもらって、こっちが突っ張ってるんですね。で、こう、ここで、あ、ここでやっぱ分からない。で、痛い。まだまだ痛くはないけど、ここからぐーっと突っ張ってるんですね。まあ、いろんなやり方があるんですけども。最新式いきましょうかね。で、こっちを向いて、ここまでしかいかないですね。いいですか？で、ここで、まっすぐ前向いて、まっすぐ前向いて、息吸って、吐いて、吐いて、です。で、顎をギリギリ、ああ、ですね。で、もうちょっと閉じて、もうちょっといくと、もうちょっと曲がります。いくなね。で、息吸って、吐いて、吸って、吐いて、で、顎をギリギリ、ああ、はい、OK ですね。で、まっすぐ向いてもらって、手を上げると、曲がると。はい、OK ですね。ありがとうございます。よろしいですか？それから何だったっけ？手首が終わりました。ピピッピピッピピッ、自分でできるね、今のね、メスに。で、くるくると回すと、軽いね、ほらね、動き違うでしょ？全然違いますね。あんなことでいいんです。寝る前にやってもらえばそれでいいんですって話ですね。あとは、鼻のアレルギーの人は今は詰まってる？すこぶる調子。今現在花粉症とかで詰まってる人はいないですか？いない。すこぶる調子。今調子。詰まった感もない。詰まった感もそんなにないです。少しある。若干ちょっとこっちの方が通り少
少し悪いですね。ちょっと悪い。いいですね。で、軸の重くあるのもこっち。あ、そうですね。こっち。あ、いいですね。じゃあこちらも来ていただいて。ね、こっち来ていただいて。もう簡単です。これはだからだけはリンパ管って言って、ちょっと見えないですけど、こうザーッと来て、じゃあギリギリのところまで行っちゃいましょうかね。ここ、リンパ節が。ここリンパ節があって、総リンパ管っていうのがあって、ここのところに、ちょっと頭下げて顔見えないかしらな。ちょっと難しいかな。あ、いいですね。顔見えてない。ちょうどいいですね。で、ここ、触ってもらうと痛いですね、すごく。痛い。で、こっちと比べて、こっちの方が痛いかな。でしょ。あ、そうですね。ここ鎖骨の根元ですね。ここに手を自分で触れて、でここ押さえると痛いですね。でこれを絶対押さえないようにふっと触れるだけ、優しく。で手を開いて、息吸って、吐いて、ふう、吸って、吐いて、ふう。でグパグパグパ。でキラキラキラ。あ、OK ですね。はい、息吸って、吐いて、ふう、吸って、吐いて、グパ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 するときにここ動くの分かる？でキラキラキラ動くの分かるかな？分かるね。はい、でここくるくるってやるともっと分かります。わかりますね。で、グッパグッパでもわかるかな。あ、はい、うん、キラキラでもわかるかな。筋肉を、ここの連携をやると、ここの鎖骨のところの筋肉が動きますから、ここの下のリンパ管が流れるようになるんですよ。鎖骨の根元で。で、ここぐるぐるぐる、みんな鎖骨固まっちゃってるんで。で、手を動かして鎖骨を動くのわかるね、はい。そうすると押しても痛くないね。痛くないです、ね。で、鼻が通りが良くなったかな。良くなりましたね。はい、じゃあ映らないように。はい、じゃあこちらからどうも、はい、どうぞ。はい、OK ですね。これから何があったかな。股関節が硬い。顎関節症か。顎関節症の方はどんな感じですかね。今だいぶ良くなりましたけど、暗くは減ってきました。痛みは。あ、で、さっきの顎関節症もさっきのと同じでいいかな。で、ちょっとこっち来ていただいて。はい、こっち、こっち。で、チッ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 チ。はい、こんな感じですね。で、あー、はい、もっと大きいか。あ、いいですね。閉じて。あ、はい、あー。はい、閉じて。はい、あー。こっちの関節の動きが悪いので、こっちが動いてないんですね。っていうことは、こっちですね。管足っていうんですけども、悪い方、こう見てもらうと、こっちの悪い方で、噛んでるんですよ。で、こっちの噛み癖があるんです。ですから、こっちで噛むようにしてもらえばいいってことですね。まあ、こっちの筋肉が固まってると思っていただければいいので、ここを緩めていけばいいと。で、ここからずっと筋肉が、まあ、さっきのこれもそうなんですけど、ここで止まっちゃいます。ね、ここで止まっちゃう。ここもずずずずちょっと前に出ないから、ずずずずずずって言うと、ここで止まっちゃうんで、ね、ここで止まっちゃいます。これ、痛くはない。で、ここまあ軽く、みんなやればいいんですけど、撫でるだけです。これ軽くなきゃいけない。軽く撫でてあげる。そうするとここがふわっと上がる。よろしいですか？あと、揉んであげると、グリグリって、まあそんな気持ちいいっていうのに、揉むと、また止まっちゃうんですね。揉まないんですよね。で、また軽く撫でると、揉むと硬くなるんですね。で、こうやると、まあ何やっても、さっきみたいにこっち向いて、で深呼吸して、で深呼吸するね、顎ギー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 あーね、もっとクックッと曲がります。ギーギーで深呼吸するときに、ほら、深呼吸するときにね、なんで筋肉が緩むかって話になってくるんですけども、まあこれもこの間藤本先生のやつを見てて思ったんですけども、まあ思ったっていうか今日本で読んだだけですけども、要するにここをし呼吸を息を吸う吐きますよね。吐くと中縮みますよね。縮むと中の筋肉は伸展させられるんですよ。わかりますね。それもクッキングが伸展させられると思ってください。これは僕の論理なんですけども、クッキングが伸展させられる。
だから逆の動きをやってください、皆さん。逆の動き。息を吸うときに伸びる。ね。あ、ごめんなさい。息を吸うときに伸びるの普通です。息を吸うときに伸びるの普通ですね。ね。で、吐くときにふーっと縮むでしょ。これ逆やってください。息を吸うとき、息を吐くときに伸びる。息を吸うときに縮む。これはだからね、あくびとかが息を吐きながらします。あーってやつでいいわけです。あー、あーって言って伸びるのはすごくいいです。後ろに引っ張らないで、あーって言って伸びて、前を伸ばす。こっちでもらうと。で、またこっち横にやって、息吸って、吐いて、ふーって、あごギギ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 。さっきはこっち側からあごまで。今度はあごからこっち側までやると、どんどん軽くなる。で、あごの動きもあーってやる。はい、閉じて、はい、あ、まだ若干動きが悪いので、右側でギシギシギシって出ます。右にギーって開いてから、あ、そう、この練習です。右にギシギシギシ。で、絶対に左で噛み癖がある人が、右で噛んじゃいけないのね。なんでかっていうと、左の噛み癖がある人は、右で噛むと必ず奥に入っちゃいます。奥に入っちゃうと、両方とも奥に引っ張られちゃう。だから左の噛み癖がある人は右前で噛まなきゃいけないです。右前で噛むとこっちの関節が外に出るようになるんで、ね、左側関節症の方人が歯医者さんとか整体の人に言われて、左で噛む癖があるので右で噛んでくださいって言うと必ず奥で噛むので両方顎が引っ張られて余計な関節症が悪化します、はい、悪化します。で、噛むのは右前で噛んでいただく練習、もしくは右前でギシギシギシってやる練習をしてください。はい、 OK ですね。はい、楽になりましたかね。あー、大丈夫で、あー、開けやすいですね。はい、 OK ですね。関節症ですね。あと股関節かな、股関節が突っ張ってる感じ。はい、じゃあ出しちゃおうか、ね、すぐに出てきちゃう。はい、股関節は今突っ張った感じだ。ここのところ、うん、じゃあどうしようかな。椅子を一個、はい、なこれもブランブランブランってやればいいのかなって。で、ここに座っていただいて、映っちゃう。で、まあこれちょっと一回黄色OK ですね。股関節痛い。OK。腰痛の人。じゃあ腰痛の人行きましょうか。腰痛の人は誰か。OK。はい、じゃあ前の方に。じゃあ前の方に。どうぞ。腰痛。痛い。今痛い。今痛い。いいですね。まあどんな方法でもいいんですけども。じゃあこっち。大丈夫です。どんな方法でもいいです。まあこっち向いて、じゃあ前屈していただいて、どこまでいけるかな。そこまで。こんな感じです。あ、OK ですね。じゃあ後屈してもらって、まあそんな感じです。すいません。まあ何、これも何、痛い。ごめんね。これも何やろうかなって感じなんだけども、ここからプシュ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 ってやって、シュー。こんな感じかな。で、こっからシューってやって、うーってやって、シュー。シュー、なでる。で、ここからシューって言って、シューってなでる。はい、じゃあ前屈してみて、で、後屈してみて、今痛くないかな。痛くないね。あらららら、何だろうね。よいしゃーって言って、しゃーでしゃー、でシュ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 、背中の後はどこ手が通ってるんですか。ずーっててシュってお尻からよく行ってシュ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 で、はい、前屈、はい、後屈、おー、トゥ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 、はい、OK ですね。痛かった今、痛かった、はい、OK ですね、はい、どうぞ。いろんなことができるので、いろんなことができるんですよ。で、4つ
効果分かったかな自分でやると効果があんまり分かんない。じゃあやってみましょうか。さっきのやつやってみましょうか。さっきですね、こう持って、あ、まあくるくるくるって、どっちが重い方で、万歳してもらってます。万歳。こっちが離れてる感じがしますね。こっちこっち、わかるかな。ちょっと立っていただくと、こっちの方が離れてる感じがある。まっすぐ上に上げるとこっちの方が高いですね。よろしいですね。よろしいですか。開けづらいんだ。まあどっちでもいいんですけど、じゃあこっち上げづらいそうなのでこっちやってみましょうか。はい、じゃあこちらの方来ていただいて、まあ、なんでもいい。こう来てもらって、ちょっと上げます。はい、こんな感じで。まあ、なんでもいいんですけども、じゃあさっきのやつ、横向いて、こっちで息吸って、吐いて、吸って、吐いて、ギリギリギリ。ああ。で、持っていくと、キュッと。まあ、このついでにこう開いていて、グッパグッパグッパ、顎とキラ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 、あ、OK ですね。で、またこっち向いて、今度こっち、ここまでしかいかないんで、息吸って、吐いて、ふう吸って、吐いて、ギリギリ、ギア。で、こう倒すと、こうです。吐いて、ふう吸って、吐いて、ギリギリ、ギア。はい、OK ですね。で、ひじくんの回してもらうと、どうかな。軽い、バンザイしてもらうと。全然違いますね。もともと、まあ、こっち、わかるかな。こっちの方がピョンと上がってる。まだ辛い感じする。じゃあさ、突っ張り、まあ、撫でてあげるだけですね。さあ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 って撫でてあげるだけで、だんだんこうぐにゃっと上がるようになるので、ぐにゃ。はい、上げてみて。ね。撫でるだけです。撫でるだけ。弱い力で撫でるだけでも。これ上、これこっち向けちゃうと上がりやすいので、こっち向けたままピッてあげればいいです。上がりづらい。うん、そうです。こっちはここまでしか、いてなんですけども、ここ撫でてあげれば。アホみたいですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、星座もね。正座も行きましょうか。じゃあここで正座していただくと、はいはい、ちゃんと痛い？その少し痛い。はい、じゃあ伸ばしてもらって、はい、OK ですね。はい、じゃあここ座っていただいて、痛いと思うとこだったかな。ここでこう、ここで息吸って、吐いて、吸って。面白いのは、はい、でちょっと触りに来て、でグッパグッパグッパ、両手でグッパグッパ、ちょっと触ってグッパグッパグッパ、分かるでしょ。あ、はい、キラキラ分かるんです。違うでしょ。グッパグッパとキラキラは違う、動きが違うことが分かる。でグッパグッパグッパ、キラキラキラ、OK ですね。もう一回すいません、制度してみてください。痛みが移動すること、痛くなる。どこかな。揉むじゃいけない。揉むと痛くなるので、ね、はい。はい、ボタンを起き上がって。またね、これの繰り返しですね。はい、息吸って。さっきよりちょっと触った。移動したらいいんです。問題が解決すると移動してきます。問題が1個解決すると赤信号が青になったんです。すると次の信号が赤になるんです。わかりますね。流れるから。で、物の本質っていうのは痛みじゃないんです。痛み取ったら死んじゃうでしょ、みんな。痛みを取ることは本質じゃないっていうことです。痛みを取ることは本質から逆にかけ離れてしまいます。痛みがあって問題が起こってて信号を出してるのに、それをベールで覆ってしまったり感じなくしてしまったら、問題は本質からだんだん遠ざかっていくんですよ。で、息吸って吐いて、ふーす、吐いて、ふうで、グッパグッパグッパ、キラ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 、はい、OK ですね。はい、じゃあ座ってみてください。はい、OK ですね。はい、OK です。で、
まあこれも一緒ですね。ですね。あとは、まあ、ダイエットも一緒ですね。みんな痩せたい痩せたいって言うと、痩せることは本質じゃないっていうことです。痩せてったら死んじゃいますから。でしょ？本質じゃない。本質と違うことっていうのはメッキなんですよ。で、痩せるっていうのはみんな本質と違うところで、ね、無理やり食べ物を抑えたり、無理やり運動することで我慢してそこに行くってことは、もう本質じゃないわけですよ。その人の姿じゃないわけですよね。その人の姿じゃないところっていうのは、すぐにメッキは剥がれてしまいますから。やればやるほど汚くなっちゃう。メッキが。ね、メッキが効かなくなってくるっていうことになってくるので、メッキをどん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 カバーすればするほど、本質から離れたものになってしまう。で、大切なのはスタイルアップしていきたいって話なんですね。本質は綺麗になりたいわけでしょ。綺麗になってモテモテになっていきたいんですよね。実は。いいですか？金持ちになるんじゃなくて金持ちになっていきたいわけですよ。大切なのはそこなんですね。だからみんな一時的なものを求めて、一時的なものがどれだけ持つかってことをすごくやってしまうんですけど、良くなることが今分かっただけなんですよ。良くなるってことが分かったら悪くても構わないじゃないですか。分かりますよね。良くなることが分かったら悪くても構わないんです。あとは選択自分でしていくだけの話なので、それをまあさっき言った長続きしないって話なんですけども、本当にちょこっとやればいいって話だから、最低時間決めていけばいいんですよ。目標10分、最低2分、それをやっていくことによって30日続けることによって習慣になりますから、習慣だったら別に歯磨くのと一緒で、努力は必要ないところまで行くとスタイルがいいですか、生活スタイルがアップしていくっていうことです。生活スタイルさえアップしてしまえば、散歩が生活スタイルに入り込めば、絶対にそれを散歩を楽しむことができたらね、ハイキングだろうが何だろうが、スポーツで痩せようと しないことですね。スポーツを楽しむことができることが生活の中に入っていったら、確実にスタイルアップしていくので、本質からすごく本質から違うところを揉むっていうことが本質から離れてるから問題が解決しないんですね。余計硬くなってしまうっていうことになってしまう。だから肩こりっていうのは中の体液が血液じゃないんですね。血流っていうのは本質じゃないから、血流を良くしても良くならないですね。お風呂入ってもその時はいいかもしれないけど良くならない。もんでも叩いてもね、その時はいいかもしれないんだけど良くなっていかないってことなので、本質からちょっと離れてるってことです。全ての問題が本質から離れてるから、本質から離れたことをやってもメッキなので、メッキはダメですよって話ですよね。本物の金はいくら剥いでも金なんでということですね。で、皆さんはそもそも何て言うのかな、その自分たちが醜いものがあると、醜いものをベールで隠そうとするんで、それをずっと剥いでいくと、逆にね、逆に剥いでいくとどんどん剥がれていくんで、一番綺麗な形になっていくっていうことですね。そもそもあるものがちゃんと素晴らしいものなんですよ。人間が持っているものっていうのは素晴らしいもので、私たち特に日本人が持っているものはものすごく素晴らしいわけですよ。そんな感じなんですね、うん、あ、いい感じですね、はい。